Market Scramble。 月曜夜はマーケットスクランブル。はい、皆さんこんばんは、大橋ロコです。今夜のマーケットスクランブルはサンワード貿易コンシルジュディスクの上村和久さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてサンワード貿易のアナリスト陳兆基さん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いいたします。お二方と一緒に進めていきたいと思います。さあ、もう4月も20日ということで、はい、そろそろゴールデンウィークが楽しみな時期ですよね。はい、でもなんか雨ばっかり降ってます。早くね、あのお日様が欲しいなという感じはあるんですが、うん、はい、あのマーケットやっぱりこの時期になると、うん、まあ、例年少しこうポジションにこう、うん、調整が入りやすいというか、はい、神経質になってきますね。そうですね、株式市場なんかを見ましても、はい、まあ、日経平均なんかもちょうど、まあ、2万円はつけたもののですね、はい、ものの数分だったというような、なんか2分間ぐらいだったみたいですね、日経平均2万円台ってね、はい、その後は、まあ、なかなか、まあ、2万円台を到達できずにいるということと、はい、あと、まあ、あのアメリカの株式市場も少しちょっと神経質で高値つけないですよね。先週の下げでね、今年の上げをなんか帳消しにしたっていう話も聞いてますので、あ、この3、4ヶ月分がなくなっちゃうぐらいの下落があったと。はい、はい、で、まあ、中国なんかもね、株式市場は堅調なようですけれども、はい、ちょっとこういろいろと何がしたいのかわからない。そうですね、先週はまあ信用取引の規制をこう緩めてみたりとか、はい、週明けは、ね、利下げですもんね。預金準備率、ね、はい、下げるということをやってみたい。何がしたいんですかね。本当にということで少しこう迷走気味ではあるんですが、はい、この時期になってくると、まあ、マーケット少しこう潮目がこう変わってくるのかなという印象が出てくるんですけれども、はいはい、コモディティ市場でも大きな変化が出てきましたね。そうですね、ようやくと言いますかですね、はい、ここに来てこうかなりちょっと大きな動きが、はい、これからちょっと期待できそうな銘柄がありましたので、はい、今日はご用意しました。はい、では今日は前半は上村さんに、そして後半は陳さんにお話を伺っていくんですが、はい、前半部分上村さん、はい、大きくマーケット関係者が注目してきたのが、はい、エネルギーなんですけれども、そうですね、はい、はい、まあ、ご存知のように今年は、まあ、去年の夏場からですね、はい、ずっとこう下げが続いておったわけですけども、ようやくここに来てと、はい、いうようなところじゃないかと思います。で、はい、まずこちらにあのご用意したのがですね、ニューヨークの原油相場、まあ、月足ということで、まあ、1994年から、はい、まあ、あの今までのですね大きなこう流れを、はい、で、まあ、こう下値をこう拾っていくとですね、きれいなこう右肩上がりで下値もこう切り上がっているところがですね、はい、まず一つ確認できるんじゃないかなと。これちょっと線引いてみたいところですね。そうですね。そうすると結構綺麗に今回も、はい、あのものすごいあの鶴瓶落としみたいな下落やったんですけれども、その下値のサポートのところで止まったんですね。はい、でちょうどまあ ここ、この20年間の一番安かったのが1998年の12月、はい、まあ、その時には、10ドル35セントという値段からですね、はい、まあ、徐々にこう下値が、18ドル、32ドル、42ドルと切り上がってきているのは確認できるかと思います。10ドルだった時代がありましたね。で、まあ、ちょうどこの時っていうのがですね、はい、1997年から始まったアジアの通貨危機、はい、ちょうどあのタイから始まったんですけれども、バーツ危機ですね、はい、で、まあ、その辺の影響から、アジアにおけるその需要の減退懸念が出まして、はい、はい、まあ、それで、値段的にはその10ドル35セントまで値段が下がったと、はい、で、まあ、その後ですね、翌年1999年の3月に、はい、いわゆる OPEC の方が、はい、あの減産を始めまして、で、まあ、その時はあの非 OPEC の、ロシアもですね、はい、あの強調して一緒に減産をした、影響からですね、はい、翌年2000年の9月には、はい、37ドルまで、まあ、10ドルのものが37ドルですから、価格で言ったら約 3.7倍、 3.7倍。まあ、今の値段と比べたら全然値打ちは低いんですけれども、すごいですね、はい、OPEC の減産こんなに効いたんですね。そういう形なんですね。今だったらね、40ドルが3倍になったら120ドル、いや、そういうことです。はい、まあ、ロシアも一緒になってやったということですから、はい、で、まあ、1994年から2004年までの価格というのがですね、はい、これ見ていただきますと、下値がまあそれこそ10ドル、はい、まあ、上値は37ドル、38ドルという水準だったんですが、はい、2004年以降、
この価格帯のステージがですね、大きく変わりまして、はい、ちょうど2004年頃からですね、中国ですとかアメリカといった国々での原油の需要がですね、はい、大幅に増えたんですね。はい、ジム・ロジャーズが商品の時代という本がね、すごく売れた時代っていうのはこの2000年過ぎぐらいからでしたけれども、はい、すごい相場やりましたよね、はい、で、はい、2004年2005年とこうずっとこう上が、上昇が続いていたわけですけども、その後2007年頃からですね、いわゆる原油バブル、はい、いわゆるファンド資金投機マネーですね、ちょっとあの上げ方は今どう見てもちょっと投機的だったよなって感じがします、ね、はい、はい、で2008年の7月には史上最高値といわれる147ドル27セント、ここまで値段が上がったわけですが、はい、ちょうどその年に、リーマンショックが起こって、はい、これがいかにバブルだったかというのはこの価格を見ていただければ一目瞭然なんですけども、147ドルだったものが32ドルですから、さっきね 3.7 倍でびっくりしてましたけどそんなもんじゃないですね、ないということですね、はい、落ち方がすごかったですよね、はい、つまりこの147ドルというものがいわゆる、確かに需給の裏付けもあったんでしょうけども、それ以上に投機マネー、はい、この辺の動きがやっぱり流入していたということですね、という証だと思います。ただその後の戻りも大きかったんですよね。そうですね、結局この、はい、2008年の12月にですね、はい、32ドルをつけたものをですね、その後2年間でまた100ドル以上の水準まで値段が回復しまして、2011年の5月には114ドル、はい、で2010年以降のこの価格のレンジはですね、下値が75ドル、上値が110ドルぐらいのこのレンジの中でですね、去年の11月頃まではそのレンジの中で原油価格も動いてたと。ところがそのレンジを下にブレイクして、去年の夏からのあの鶴瓶落としですね。そうですね、去年の7月頃から値段はこう下がり出してきてたんですが、はい、11月頃までは実際まだその75ドル、はい、70ドル台半ばの値段をあの維持してたんですけども、ちょうどあの11月にですね、OPEC、の総会が開かれました、はい、でその時に1999年と同じようにですね、減産ということにでもなれば、はい、また今の価格水準は全然変わってたんでしょうけども、その時はサウジを中心にですね、減産はしないよと見送りましたね、はい、それでみんな失望しちゃったのね。そうですね、ですからその後値段が、75ドルを下回ってですね、はい、リーマンショックの時の安値32ドルを目指すようなですね、はい、値下がりにつながりまして、はい、これが、今年の3月42ドルという値段まで値段が下がったと。確かにOPECが減産に動かなかったということも、一つの下落のトリガーになったかと思うんですが、そもそもなんでこんな下げたのかということですね、はい、で原油相場これだけ大きく下がった背景ということで、はい、こちらの本にちょっとご用意したんですが、まず一つ目はですね、アメリカ国内原油在庫の増加、はい、いわゆるシェールオイルですね、はい、革命ですからね、こちらで、アメリカにおける国内でのその原油の生産がですね、どんどん増えていきまして、これに伴ってアメリカ国内の原油在庫、はい、これも毎週毎週こう増え続けてきて、価格が下がってきたからは、はい、稼働生産のリグですね、はい、稼働数が随分減ってきたとは言われているのに、はい、生産量は減らなかった、ね、そうなんですね。実際去年の10月からですね、ここ最近まで見ますと、はい、この掘削のリグ数だけを見れば、はい、約半分以上減ってるんですけども、ね、はい、ただ結局その減らしたリグというのがいわゆる採算性の悪いものを止めただけであって、逆に採算性のいいものをそれだけ稼働を高めてですね、はい、逆に言うと掘削が良くなってると。ですから掘削のリグ数は減ってるんですけどもアメリカの国内の原油の生産はずっとこう右肩上がりで増えてたんですね。在庫が、ね、どんどん積み上がるという状況が続いて下落してきた、はい、ということなんですね、はい、ただこの、ようやくここに来てですね、このリグの、削減がですね、はい、功を奏してじゃないんですけども、EIA アメリカのエネルギー情報局あたりでもですね、はい、来月5月頃から、今のこの在庫の増加にようやくストップがかかってですね、はい、でちょうど5月といいますとアメリカ国内でもドライブシーズン需要期ですね、はいはい、でやはりこれだけ今年は例年になく価格も安いわけですから、はい、例年以上のやはり需要も見込めると、はい、それに伴って今製油所ですか、はい、こちらの辺の稼働も上がってきているということですから、はい、今後はそのアメリカ国内でもですね、例年以上の需要の増加もですね、はい、期待できるのかなと、はい、
というところですね。はい、アメリカの在庫というところが増えてきたのが価格下落の一因でもあったということなんですが、はい、少しね、あの状況変わりつつある。変わってきてる。ただオペックも同じようにずっと増産してるね。そうなんです。で、まあ、11月にはその生産を減らさないよということを、うん、あの去年の11月に決めたんですけども、うん、逆に生産自体は増えてたんですね、はい。で、まあ、イラク、リビア、サウジあたりではですね、去年の3月の生産量が、はい、まあ、2012年の10月以来の高水準になっているとか、はい、また、サウジあたり の、 そのヌアイミ石油大臣ですか、はい、3月の産油量ですね、はい、こちら1980年代以降で最高記録となっている。ちょっと今までは考えられないですね。価格を支えるためには減産してきたところが逆に増やしてるっていう。ただまあ一方オペック内部でもですね、うん、まあ、今後予想されるそのイランの、はい、まあ、原油の輸出の再開に伴うですね、核開発協議でね、はい、合意があると、まあ、輸出再開となるというふうに言われてますね、まあ、その辺がまあ相場を抑えることにもなりかねないということで、はい、減産の必要性もやはりここに来ていくらか出始めてきてですね、ちょうどその辺の話し合いが6月の5日、はい、あ、そうですか、はい、オペックの総会のところで定例総会が開かれまして、はい、まあ、その辺も一つのポイントになってくるのかなと、まあ、ちょうどイランの核開発の問題もこの6月期限というのがありますので、うん、30ですね、確かね、はいはい、じゃあこのあたりもちょっと潮目の変化が、まあ、ありそうということです ね、 ですね。それからもう一つ潮目の変化がありそうというのがこのドル高で下がったって側面は大きかったということでした、で、まあ、次のチャートちょっと見ていただきたいんですけれども、はい、こちらがですね、ユーロドルとニューヨーク原油のチャートなんですけど、はい、ね、全く同じような、ね、ですから、まあ、先ほどこの原油もですね、はい、いわゆる需給要因、あのアメリカ国内の在庫ですとか、はい、またオペックの生産の増加ということで下がったという話をしたんですが、うん、それ以上にこのドル高、はい、この影響もかなり金融的な側面も強かったんじゃないかなと思うんですね、ですから、まあ、今後このドル高が一服もしくは、今のドル高の流れが多少変わってくればですね、はい、この原油価格もいくらか変わってくるんじゃないかなと思います、はい、アメリカの、まあ、利上げの観測が、ね、早ければ6月というふうに言われていたのが最近ちょっと怪しいので先送りになってきてますからね、はい、ドル高の修正が来ているというところが、やっぱりコモディティ市場全般価格を押し上げているということにつながっているようです、はい、ではここからどういうふうに見ましょうか、はい、でこちらがですね、ニューヨーク原油の、はい、冷やしチャート、こちらを今日はご用意いたしました。リップですね、はい、はい、一目の均衡表の雲というのが分厚かったんですけど、ね、これがちょうどいわゆる三役交点ということで、はい、まあ、基準線に対して転換線が上抜けたと、はい、この基準線と転換線がこう、ね、ひっくり返ったこの辺ですね、はい、であと緑 の、 そのチコスパンですね、これですね、まあ、これが、ロウソク足を上抜いてると、ここを抜けてきた、はい、でちょうど4月に入って実際のロウソク足も雲を上抜けてきたと、はい、1、2、3ということで、はい、三役交点ですね。であとこちらチャート見ていただきますと、1月29日の安値が43ドル58セント、はいはい、その次の戻り高値が54ドル24セント2月の3日ですね、はい、でそれから次の安値が3月18 42ドル3セント、いわゆるダブルボトムを打ってですね、はい、でまあ、戻り高値の54ドル24を抜ければ、はい、ある程度ダブルボトム確定というところですけども、それがちょうど先週57ドル42セントという形で上抜いてきました、はい、チャート的には三役交点ダブルボトム戻り高値を上抜けということで非常に強い、はい、そうですね、ですから、まあ、これがある程度本格的な、うん、まあまあ、上昇につながるか否かは別としてですね、うん、まずは一つの戻りとしましても、はい、2014年の6月の高値104ドル73セント、はい、で直近の安値が42ドルですね、ここからグイーンと下がってきてるわけですから、はい、で、この、下げ幅に対しての3分の1戻しというのを考えても、はい、だいたい63ドルぐらい、お、はい、でこれが達成できればですね、はい、半値戻しが74ドル、はい、まあ、この辺もこれから、夏場のドライブシーズンを含めてですね、はいはい、需要期を迎えるこの原油相場期待できるんじゃないかな。先日も57ドル台つけてますから、はい、まあ、63ドルってあと6ドルぐらいですの で、 ですから、まあ、原油価格の6ドルってのは本当1週間でも動く値段ですからね、はい、はい、
この辺は達成してきそうだなということでなりますが、さあ半値まで戻ってくるかどうかというのが需要期に入りますし、はい、ドルの、ね、修正も今入っているということで、はい、勢いに乗れば結構ダイナミックな動きが期待できる。そうですね。で結構季節的にもこの夏場にかけて原油というのは高いのをつけやすい銘柄ですから、はい、でもここで買わなきゃいつ買うのっていうようなチャートの形してますよね。そうですよね、まあ、もうまさしくもう、はい、押したところが入ったらっていうところでしょうね、はい、私も もちろん買ってますし、WTI も、はい、トコムのガソリンも買ってますよということで、はい、まあ、これはちょっとトレンドフォローでいきたいところですよ ね、はいはい、大注目の原油の、まあ、チャートご覧いただきました、はい、ではここで一旦コマーシャルです。マーケットスクランブル、本日後半はサンワード貿易アナリストの陳長貴さんにお話を伺っていきます。陳さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて、前半は原油が非常にこう明るい話が来てたんですけれども、はいはい、さあ貴金属最近どうでしょうか。そうですね、先ほどドル安になっているっていう面も含めてですね、貴金属もそれなりに堅調に動いてきております、はい、そして、まあ、冒頭で大橋さんがそのマーケットなんかこう変化があるっていうおっしゃってました。金と白金の関係がですね、ちょっと変化が出てきたかなと思っております。はい、金と白金の鞘のチャート今日ご用意いただいているのでご覧いただきたいんですが、はい、通常であれば普通はプラチナの方が高いんですよね。そうですね、需給規模で申しますと金がその4500トン、はい、で白金が200トンちょっとですので、はい、まあ、20分の1以下ですから、希少性としたら白金の方が高いわけですね、はい、なので白金の方が、価格としては金を上回っているのが、はい、まあ、いわゆる状態普通の状況なんですが、はい、今年の1月19日にですね、はい、白金と金の価格差が逆転しております。あの青いラインがゼロを下回ってきたところですね。そうですね、はいはい、ゼロを下回って、まあ、つまり白金が金より安くなってしまったわけですね、はい、で、まあ、あの2月2日に130円まで開いて、一度ですね、2月6日でしたかね、これがそのほぼ同じ値段まで戻ったんですけどね。そうですね、また下がってしまって、はい、でまた戻って、そして3月末には200円まで開いたんですね、はい、で今ここへ来てまた戻り基調にあってですね、昨日の終値ベースでは93円まで縮小しておりまして、はい、100円を切ったんですね。じゃあプラチナが巻き返し中ということになるわけですね。はい、まあ、こういった現象実はこれが初めてではなくてですね、はい、先ほどリーマンショックの話がございましたが、原油の暴落のところで、そうですね、はい、その後の2011年、はい、8月29日の週なんですが、はい、実はこの時に白金と金の価格が今と同じように逆転をしておりまして、はい、これが2013年の1月末まで結構長期間続いたんですよ ね、1年と半年ですね。プラチナの方が安いというのがそんなに長いこと続くとはちょっとよもや思わなかったんですが、はい、一体なんでこんなに続いちゃったんでしょう。まあ、リーマンショックによってその投機資金が全部、まあ、引き上げてしまったっていうのもあるんですが、はい、その後起きたその欧州の経済危機ですね。はい、当時はその今と同じようにギリシャ、それに加えてイタリア、スペイン、南欧といった、うんうん、いわゆるピクスはい、まあ、ご記憶にあるかと思うんですけど、あります、はい、それらの債務危機が訪れてですね、はい、ユーロ危機という言葉が出た頃ですね、はい、で欧州っていうのはそのディーゼル車ですので、うん、はい、プラチナ使うんですね。そうですね、自動車の触媒にはプラチナを非常に使っておりまして、はい、それの売れ行きが悪くなるということで、まあ
プラチナが売られてしまったという、うん、逆に金はその危機に対してリスクヘッジで買われた面がありますので、はい、それが金と白金の価格差をこう逆転させてしまったのかなと。1年半にもわたってひっくり返ってた状態。そうですね。で今回は1月19日からですから、そうですね、まだまあ3ヶ月ぐらいですかね、2ヶ月3ヶ月弱というところですが、はい、3ヶ月か、はい、長期化しないで済みそうということですか。そうですね、まあ、私自身はですね、はい、この3月30日、先ほどご覧いただいたグラフの200円の幅で、はい、まあ、とりあえずピーク打ったんじゃないかなと思っております。はい、まあ、背景としましては、欧州の経済危機が当時と違って今は、ギリシャ一国になっているんじゃないかという点、はい、で先週ですか、はい、ECB 政策理事会がありまして、まあ、政策金利自体は何の変更もなかったんですが、はい、ドラギ総裁がその金融緩和に関しては、まあ、うまく機能しているというようなことを言ってですね、はい、欧州の経済指標もここへ来て改善している面があるわけですね、はいはい、でユーロドルもここへ来て反発しているという状況ですので、いざその相場が戻り出すとですね、はい、需給規模の小さい白金の方が上昇力強いものですから、はい、今は白金が巻き戻していると。リーマンショック後にプラチナが低迷した時と比べて、はい、今回は ECB、まあ、理事会がちゃんとその量的緩和策を導入し、はい、景気対策というのをやっているということが大きな違いであるということですね。はい、まあ、まだはい、ギリシャ問題に関してはね、今日本日も何かやっていますし週末に向けてまた会議があるということ。でもなんかギリシャぐらいはもうなんとかなるかなと。で逆に離脱してももうみんなもういいよっていうぐらいな気持ちになってきてて、うん、他の国に波及しなければ大丈夫っていうようなムードではありますね。もうドイツ、イタリア、フランスなんても株価もね、年初来も 20% 以上の上昇を見せておりまして、ね、非常に景気のいい状態になってますので、はいはい、であと一つ、先ほど原油相場でもありましたが、ドル相場がここへ来て頭打ちになってきたのがあるかなと思います。はい、アメリカの利上げが、ね、遅れるかもというような観測の元になったの、ね、きっかけが雇用統計あまりにも悪かったというところから、3月の雇用統計、はい、こちらの数字を見るとですね、非農業区、部門雇用者数が、はい、12.6 万人と、いやまあ、予想は確かその24、5万人だったと、思いますが、それは半分ぐらいの数字でして、うんうん、3月という季節要因が、まあ、あるという話もあるんですが、はい、厳しい寒さ、それからシェールオイルに絡むレイオフ、港湾労働ストライキっていう、まあ、要因もあるんですが、ちょっとこの減り方は尋常じゃないなと、はい、でここへ来て賃金もですねさほど上がってないということで、まあ、これで私自身はですね、はい、6月の利上げはちょっともう目がないかなと。はい、まあ、9月あるいは12月、悲観的な人だと年内もないかもって ね、はい、いう人も出てきましたよね。でイエレン FRB 議長も利上げしてもその後悪ければまた利下げもあるんだよというようなことも言ってますので、はい、仮に9月に利上げをしてもですね、はい、利上げサイクルのペースとしては非常に、ゆっくりしたものになってですね、はい、ドルを押し上げるような力強い利上げにはならないんじゃないかと思うんですね。はいはい、ちょっとね潮目の変化というのが今日いろいろあるという話でしたが、ドル高にも、潮目の変化がありそうだということで、はい、このドルを動かすのはやっぱりアメリカの景気ということで、今日はなんか非常にいい資料をご用意いただいているので、はい、皆さんこれね、ちゃんとメモしていただきたい。はい、でアメリカの経済指標ですね、はい、これは直近が改善している経済指標なんですね。 CPI、PPI、小売売上高、まあ、一連こうずっとあるんですが、数は多いような気がしますが、そうなんです。で、まあ、これ前月と比べて良くなっているという基準で採用している指標なんですが、実は1年前の昨年の4月と比べるとですね、はい、さほど改善してないんですね。あれ連銀の景気指数、フィリー指数なんかは昨年より全然悪いじゃないですか。一部いくつかは逆に昨年よりも悪化しているわけでして、ねえ、雇用統計で言われているほどアメリカの経済指標良くなってないじゃないかというのは、足元で良くても1年前と比べるとそうでもないんですね。そうですね、これね、まあ、これを調べた結果ちょっとそういうことを実感した次第なんですが、はい、で悪い指標というのも一覧で今日はご用意いただいているんですけれども、はい、で直近が、低下している経済指標ですね。これもいっぱいあるのよね、はい、
でこれもですね同じ、まあ、あの先月と比べて悪化している指標を集めたものなんですが、うん、同じようにやはり昨年と比べてもさほど改善していないと、うん、いうことで、まあ、雇用統計の数字だけが良くてもあの他の景気次第では利上げはあのちょっと延期する可能性もあるよっていうのはメンバーが、ね、FRB のメンバー常々言ってますので、はい、非常に難しいところじゃないかなと。しばらくはじゃあのドルの調整というのが続きそうだ、ね、ということになりますね、はい、まあ、ここに来てアメリカもそのドル高に関してはちょっとね、懸念を示しているようなところもありますので、日本側からもね、そうですね、浜田内閣参与が、はい、120はちょっと行き過ぎだろうみたいな発言も出てる、こんなこと言っちゃったからちょっとねびっくりしちゃいましたけれども、そうするとドル建て貴金属が逆に上がっていく展開、うん、はい、ドル高で抑えられた分、修正高になる可能性があると、はい、まあ、原油なんかもそれで上がっている側面あるんですが、チェンさんが注目しているのはプラチナということですけれども、はい、でプラチナっていうのは、まあ、いつもその、供給不足の状態でございまして、はい、いざ、上がってですね、上昇した時にはこの逆にその需給の過不足感が意識される展開じゃないかと思うんですね、うん、はい、で景気が悪いといってもですね、例えば今年1月から3月の新車販売台数を見るとですね、中国は615万台、これは前年同期比でプラス 3.9%、 すごい売れてるんだ、はい、だから多分通年では2000万台は超えると思うんですね、はい、でアメリカにしても400万台近く売れてますので、うん、自動車販売からすれば、今度プラチナ価格が上がった時にはですね、はい、供給不足から、値段が上がっていくっていうパターンになる可能性は高いと考えております、はい、まあ、あとはねこれまであの金融要因のドル高があったがゆえにその需給あんまりこう反映してこなかった銘柄ということを考えると、はい、そうですね、今度は逆に需給を素直に反映する相場展開になる可能性はあるだろうと、金融要因からの、まあね、圧力がなくなれば需給では最も上げ余地が、そうですね、はい、ある妙味のある銘柄ということになってくるわけですね、はいはい、プラチナに大注目ということです。ではここで一旦コマーシャルです。さて今日は陳さんにプラチナ大注目ということでお話伺ったんですが、陳さんの動画コンテンツ大好評、はい、放映中ということでご紹介いただきたいんですが、サンワード貿易が、お送りしている動画コンテンツ教えて陳さんということで、はい、こう可愛らしい女性の、はい、アシスタントの方と一緒にやられてるんですよね、はい、あの毎週金曜日ですね、はい、3時半から、その日の引け値が出てから、はい、その週の為替、はい、そして、まあ、主な商品相場の動向をし、はい、振り返りながら、はい、次の週の展開を予想する番組でございます、はい、かなちゃん、ゆりこちゃん、はい、超初心者の2人がということなんですけれども、はい、初心者の方でも分かるようにになるべく分かりやすいような解説を心がけているつもりです、はい、はい、毎週金曜日に配信ということでぜひご覧いただきたいんですが、マーケットスクランブルのホームページ、あるいはサンワード貿易のホームページから、はい、はい、バナーがございますので、そちらからクリックしてご覧いただくことできますし、あるいはあのサンワード貿易さんいっぱいセミナーやっていて、はい、毎回この番組の最後はセミナーの案内が、ね、もう息を、する暇もないぐらいあるんですけれども、はい、今日もねたくさんありすぎて、今日はちょっと用意してないのですありすぎるということで、はい、ホームページで確認ください、ね、ホームページ
口で、たくさんいろんなセミナー企画しておりますので、ご覧いただいてどしどし足運んでいただきたいというふうに思います。さて今日のマーケットスクランブルは、サンワード貿易コンシェルジュデスクの上村和久さんと陳長貴さんをお迎えしましてお話を伺いました。上村さん、陳さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回お会いいたしましょう。